はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ダービースタリオンの、スマホ版ですね。はい、今回ですね、オーナー応援シュボバ抽選会、星5確定ということで、10回抽選すると、非凡な才能を持ち、星5が1枠確定ということで、それをですね、3回引けます。やってみましょう。さあ、何が来る？ビッグサンデーが来た。バーミリアン。さあ、なんか来たぞ。ブラックタイド。さらにウォーフロント、ダース・イン・ザ・ダークも来たね。ゴールドアクターが来ました。おっと、七尾ね、稲荷ワン1989ってなんだ。こんな感じですか。もう2回弾けますので、やってみましょう。今度はカーリン、ダノンレジェンド、ウォーエンブレム、キトゥンズジョイ、ドリームジャーニー、お、バブルガムフェロー、お、マカフィキの2016、なんだろうこれ。昇格抽選会っていうのもありますね。まあ、もう一回引いてみましょう。さあ、ナイタートップロード、グラスアンダー、さあ来た、レイデオロだ。そしてコソバルクだ。マベラサンデー。そして星5衛星光。こんな感じですね。3回引きましたが、星5が何頭か手に入りました。さてですね、昇格抽選会、なんだろう。回数を増やせば増やすほど、星5の確率がアップするというわけで。抜点石でも払えるのか。まあ、とりあえずプレミアムを使ってみよう。お、デュランダルが来た。なるほど。星5と遠心光だ。星5を早くも手に入れました。で、これでですね、馬蹄石使ってみましょう。2回目だと何が変わるか。ハムリン。ネオユニ。さあ、何が来る？シロッコの星5ですね。ベルシャダウン。さらに、ディープスカイ。星3か。祭りだごほ。さらに、トライセンド。お、星5来た。スルオーゴールド。こんな感じですね。
おっと、さらに。PC、プラチナとかいろいろありますね。まあ、このあたりはおまけですね。やっぱりこのクラスになるっていうわけで。金の馬蹄石が1個だけ手に入りました。というわけで、ダービースタリオンゴールド。なんか謎のホナーラがありますね。まあ、それは置いといて、ガチャ、種抽選ガチャをやってみました。はい。